ごちゃ宇宙です。今日はですね、バーサスフレアの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょい。まあちょっと初パート、まあ新パートですね。まあこの対戦相手の、方の特徴としてはやっぱりね、圧倒的な速度、圧倒的な速度の持ち主なんで、まあやっぱりね、その速度って圧倒的な火力にもなるんでね、速さは火力になるので、そこをなんとかうまくね、対処していきたいと思います。まあこんな感じでね、どんどんちょっとご利用されてしまうことがあるので、冷静に相手を見ながら立ち回っていきたいところ。さあ、ホリレン6連まで強いが、こちらもホリレン5連まで強い。しかし、Tスピントリプルが飛んでくる。トリプルを外して3雷消しから3雷消しでホリレン耐性。しっかり、Z ウィンドウで先読みしといて、テトリス掘りですね。しかし、ちょっとこれ、だいぶ不利。地形的にちょっと不利ですね。Tスピンダブルをなんとか操作やってるが、これ間に合うか ?Tスピンの先読みしたが、ちょっと間に合わない。テイミノがネクストにいなかったんで、ちょっと組みに行ったの良くなかったですね、これ。一応、アイスピンから地味なホリレンルートまで繋がれば、ワンチャン耐えられるぐらいまであったけど、イベント不利でしたね。やっぱり、ティーミノガンね、に、ん?ティーミノガンネクストにないときは、ああいう風にティースピンは組んじゃダメですね。さあ、開幕パフェ済みから、相手が、DT 砲からの DT 砲ですね。まあ、これ、自分が考えたテンプレなんですけど、割と使ってる人は見る気がします。自分、一応、俺がね、考案したテンプレなんですけどね。さあ、ティースミンダブルで、しっかり相手、かなり受けてんの辛いんで、こちらも、強気な操作やつしから、テトリス。さあ、間に合うか。間に合わず、ジェイミのアイミの場で間に合えばって感じでしたよね。まあでも、それでもこちら、めちゃくちゃ下な直通強いんで、まあ、これは勝ち試合のパターンでしたでしょう。まあ、しっかりやっぱりその、直列引いた時って、もちろんだけど有利になるんで、一時的に有利になるんで、その有利をしっかり、やっぱり活かしていきたいですね。直列を引いた時は、相手、冷静に相手見ながら、火力を食って、しっかり有利をもぎ取っていきたい。さあ、どんどん、フィニッシュベルスだって送られるが、だいぶ大丈夫ですね、これ。直通も引いたんで、さらに大丈夫になった。T スピンダブルから手で、さあ、2発分の操作やつし、いかついが、ジェイミノまでかな。ジェイミノまでと言おうとしたところだが、ちょっと、ジェイミノを機密してしまう。さあ、なんとかホリレ見つけましたね。ティーミノ、アイミノ、アイミノまでか。なんとかホリレ見つけて耐えるが、ちょっと劣勢なのには変わりない。さあ、ティースピンダブルの先読みして間に合うか。間に合った。ティースピンダブル、ここをギリギリ間に合うことができればまだ耐えられます。さあ、冷静に。ここは、ティースピンにしないでテトリスにするのが重要。ティースピンにしてしまうと、やっぱりその、テトリスにするメリットって、ティースピンは2ライン消しなんだけど、テトリスは4ライン分消えるんで。防御面においてティースピンより、優れているというメリットがあります。なんで、結構その上部の場合はね、結構ティースピン作れる場面でも、積んでテトリス掘りにした方がいいっていうのはあるんですよね。そのため、テトリスにしました。さあ、テトリスからティースピンダブルで、相手ティースピンダブル、さらにテトリス送って、さあ、これは有利だと。相手が、エルミノまでのホリレンから、しかしまだいけるな。まだいけるか間に合うか。テトリス間に合う。まあ、一瞬でやっぱり置いていきますね、ああいうの。冷静に置いて間に合わせてくる。さあ。しかし有利なのに変わりないんで。さあ、Z ミノの置きミスしたぞ。Z ミノの置きミスは見逃さない。LJ イリュージョンから、まとめ打ち体制。Tスピンダブルテトリスをまとめ打ちしておいて。さあ、Z ミノ置きミスした。Z ミノを右側2列目に置いて、次の Z ミノで掘るパターンだったけど、ちょっと1個左にずれてしまったって感じですかね。まあでも、イベントはこれ有利だったんで、しっかり相手見て、まとめ打ち体制から、掘り連で。瞬間火力重要なんでね、テトリス。テトリスにおいては瞬間火力めちゃくちゃ重要なんで。冷静に、立ち回るのも相当重要ですね。さあ、操作外して、相手、Tスピンダブル、Tスピンシングルか。Tスピン、おーっと、相手も結構ミスしてたけど、こちらのミスの方が致命傷になってしまった。Tスピンシングルを無理やりドネイトで間に合わせて、こちらは STSD 組もうとしたのかな。STSD 組もうとしたけど、ちょっと、置きミスしてしまって致命傷になってしまった。相手ももう、速攻で追い打ちしようとして、置きミスしてたけども、まあ、ちょっとこちらの置きミスの方が致命的度が高かったですね。さあ、直接強いぜ。相手も直接強い。あ、お互い直接強いがどうだこれ。Tスピンシングルか。できればダブルにしたかったですね。さあ、操作されて辛い。辛み、ドラミって感じですね、これは。いやー、厳しい。まあ、お互い直列行ってたけど、
どうだったかな、うまい感じに T スピンダブルにしたかったですね、あそこ。T スピンシングルにしちゃって、その後の一ライン消しが挟まってしまったので、その分の時間が致命傷になって、相手の追い打ちが刺さったって感じですね。やっぱり、この、1ライン分消す時間ってめちゃくちゃ痛いんですよね。特に、相手が火力ある人だと、その時間がもう本当に命取りになるんで、できる限り掘るときは、2ライン消し以上で掘りたいとこなんだけど、まあ、ちょっと難しかったですね、今のね。うまい感じに T スピン作ったまでは良かったけど、やっぱり、掘りがね、難しいんですよね。特に、火力ある相手だと、まあ、せかされるっていうのもあって、まあ、自分でもああいう、なんつうの、一ライン消しが地味に多くなっちゃったりすることもあるんで、そこら辺のところですよね。もう一つ見ていきましょう。できる限り、まあ、二ライン消しを掘るのが理想ではあるんだけどね。理想郷って感じ。さあ、T スピンじゃなくて、パフェ済みだったけど、パフェがなかったんで、ドネイトで T スピンダブルにしていく。相手 DT パフェ。DT パフェルートだが、こちらが積み込みかな？積み込みチックにして、さあ、掘り根をしっかり見ていきたいところだが、ちょっと地形がデコボコしてんな。あまりないんで、掘りに耐性に切り替えたが、スミノの置き店が致命傷になってしまう。一応、掘りはありそうだったんだけどね、今の。スミノ、T ミノ、エルミノあたりかな。で、掘ろうとしたが、スミノがずれて、あれは完全な致命傷ですね。さあ、穴が凄まじい、これ。さらに、次に T スピンになってるんで、めちゃくちゃ強いぞ。T スピン、ダブル、からセトリスにまとめして、Z ミノまでかな。Z ミノまで。しかし、相手も、しっかり掘り連で耐えに来る。しっかり T スピンカチャってやってから、フェイントかけて、全部は総裁外して、テトリス、T スピンダブル、さらに穴もいい。下穴も強いんで、STS 行くんで、T スピンダブルから、T スピンダブル。まだ耐えられるか。Z ミノで、T ミノ、おぉちょっとずれてしまった。どうだったかな今の、際どいラインですね。1ライン消し、T ミノで1ライン消しして、アイミノまで間に合えばって感じだったけど、ちょっと間に合うか、間に合わないかっていう、ちょっと瀬戸際でしたね。瀬戸康二さんって感じでしたね。さあ、これは T スピンシングルにして、ランカン。ランカンからの、さあ、相手も穴がいい。結構お互い穴がいい試合ですね、これ。さあ、テトリスから、ちょっと危ないんで、ホリレンルートに切り替えた。3ライン消しから T スピンシングル。これ、結構強いんですよね。3ライン消しからの T スピンシングルはかなり強い。さあ、総裁外して T スピンシングル。それを3に総裁外してテトリス送られるが、テトリスで総裁当てる。さあ、早い。やっぱりこの速度ですよね。ポポ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 いで、もう火力でどんどん来るんで。本当に、スピードは火力になるんで、強い。さあ、テトリス送られる。かなり競り上がってるが、テトリス。まあ、穴は結構いいんで大丈夫でしょう。テトリスから、フィンは狙わずに、冷静に T スピンダブル。多分ちょっと有利ですね。相手穴腹いっているので。現状ではちょっと有利だが、まあ相手も火力作ってるんで、総裁用があるんで問題ないでしょう。さあ T スピンダブル作って、テトリスからの T スピンダブル。さあ穴腹多め。穴腹マシマシなんで、そこをしっかり見ていきたいところ。総裁外して T スピンダブル。相手は掘りで、T ミノで掘って、S ミノで掘って、直通までたどり作られると、厳しいかなと言おうとしたところに大きいミス。だが、これ掘りで繋がりますね。S ミノ、L ミノまで、L ミノまでじゃない、J ミノまで。さあ、強気に総裁外して、まとめしたいぜ。しっかりまとめ位置で火力を送っているが、どうだ、これ。相手は T スピンシングルからテトリス。まあ、依然と有利ではありますね。直列で来ているので。さあ、テトリス送っといて、2ライン消し。さあ、STMV ケーブル組もうとしたが、T スピンにはできず。さあ、2ライン消しで。一応まだいけるか。2ライン消しからテトリス。こちらもあまり余裕がなかったんで、総裁外しできなかったんでね。さあ、テトリス送って、で、3ライン消しからまたいけるか、これ。いや、さすがに間に合わなかったか。T スピンがうまく組めるつもりじゃなかったんで、厳しかったですね。Z ミノが先に来ていればって感じだったけど、まあ、さすがにそううまくつも噛み合わずに、普通に火力で押し切りましたね。なんとか掘り連体制はあったんだけど、しっかりそれを間に合わせない火力を送れたって感じ。さあ、どうだこれ。ちょっと地形乱れましたね。若干地形乱れて、総裁当たらないの辛い。総裁が当たらないとかなり辛いですね。T スピンダブルで総裁当てる。なんとか間に合うか。アイミノまで、危ね間に合った。このテトリスまで間に合えばなんとか耐えられるが、ちょっとこの後の地形が辛いですね。
そこに休みに置くとだいぶ辛い。一応ホリレンがあるか。一応ホリレンで、エルミノスティーミノまでね、しっかりアイミノまで置いて、耐える。テトリスとテトリスが相殺当たって、ホリレン体制かな、これ。ホリレン体制で、ティーミノまで。ティーミノまでのホリレンルート。さあ、この地形。この地形はティリアタック狙いましょう。ティリアタックは、ティースピンダブルから、おっとって言った瞬間に相手がアイミノをずれてしまった。真ん中が1個あって、下穴がある場合。まあ、ちょっと説明難しいんだけどね。TD アタックっていうテンプレ狙いやすい形なんで、積極的に狙っていいですね。T スピントリプルからのダブルなんでね。めちゃくちゃ火力が高いテンプレなんで、地形の場合は TD アタックを積極的に狙っていきましょう。まあ、そのね、火力がしっかり下がっていきました。相手もアイミノがずれなければ、なんとか耐えられるルートはあったと思うけど、まあ、結構こちらね、火力、まあ、マシマシの、テンプレだったんで。まあ、それがプレッシャーになったっていうのもあるでしょう。まあ、ね、アイミノの置きミスほど致命的なものはないですからね。あれはま、仕方がない部類かな。通称アルギミスと言うんですけどね。俺もたまにやります。特に、最適化ミス。一番端っこじゃなくて、一番端っこから一個、右とか一個左とかに、置くときの最適化ミスで、右回転、左回転でミスるときによくありますね。アイミノの置きミスはなぜ一番致命的になるかというと、基本的にアイミノでしかリカバリーができないからですね。なんで、最適化はしっかり意識して、アイミノを突っ込んでいきましょうということですね。はい、じゃあもうこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。